本拠地で大谷が放った移籍第1号の記念ボールの扱いをめぐるトラブルで、ドジャースが誠意を示すことになった。ドジャースは記念ボールをゲットしたローマンさんと夫のバレンズエラさんの夫妻を改めて球場に招待し、新たな記念品を贈り、大谷と対面する機会を作るという。ことの発端は日本時間3日、本拠地で開催されたジャイアンツ戦で、大谷の第1号ホームランボールをローマンさんがゲットしたことから始まった。ホームランボールの大争奪戦となった様子を見ていたローマンさんは、偶然足元に転がってきたボールをゲット、大喜びで飛び跳ねた。その後ローマンさんは数人の警備員に取り囲まれ別室へ誘導された。ローマンさんによれば、ドジャースの職員はボールの返還を要求、交渉の際にボールを保持するなら認証しないと発言。やむを得ずサイン入りのバット1本、キャップ2個、ボール1個との交換に応じたという。これに米メディアは、ドジャースはホームランボールをめぐる交渉でさえも不必要だった大谷の競争を避けられなかったと球団の対応に苦言を呈していた。また試合後の囲み取材で、大谷は戻ってファンの人と話していただけるということだった。僕にとってはすごく特別なボールなので本当にありがたいなと思いますとコメント。このコメントが翻訳され、米メディアに大谷がローマンさんと直接対面してお礼を述べて交換品を手渡したと受け取られてしまった。球団スタッフ、あるいは警備員という主語を省いたことで、曖昧な日本語のニュアンスがそのまま直訳され、意味が大きく変わり伝わってしまった。ボールをキャッチした女性は大谷と会っていないと話しているわけで、大谷が嘘をついたと報じているメディアも多かった。ローマンさんは、もし彼が会ってくれるなら大歓迎ですと話しているという。日本語が直訳されるとこうなってしまうんだな。通訳するときは背景も考えて訳さないといけないんだね。確かに日本人が大谷のコメントを聞くと主語がなくても、スタッフが代わりに交渉したんだなって考える人が多いと思うけど、海外にはそう聞こえてしまうのか。今さらだが、一平通訳って有能だったんだな。その辺も汲み取って通訳してくれてそう。わからんけど、水原氏ならどう通訳してたのか気になるね。大谷さんはいただけるということだったと話したので、対応したのが第三者であり、間接的な情報であったことが簡単にわかる。主語を言った言わないの問題ではない。球団職員の怠慢が招いた結果じゃないのか。球団の対応がどうだったという話であって、大谷がどうこうということじゃないんじゃないの。大谷だからちょっとしたことでも騒ぎになる。ローマンさん、大谷さんに直接会えるみたいでよかった。よかったな。新たな記念品もらえるみたいだけど、何がもらえるのか気になってしまうな。今回もご視聴いただきありがとうございます。動画投稿の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。